フロントクロスステップについて説明するね。体の前で膝を外から内へ上下させて戻すよ。これを左右交互にリズミカルにやっていこう。腕は円を描くように外から内へ、ワイパーのように動かすよ。余裕があったら膝を高く飛び跳ねるように動いてみようか。腕もしっかりと伸ばして拳を高く持ち上げよう。辛い場合は小さくマイペースに動くように、息が軽く切れるくらいの強度でやっていくよ。しっかり有酸素運動をしてカロリーを消費していこう。